べない派です。研究生のジニです。ご飯を食べます。研究生のココミです。水です。チルチル、こんにちは。モコです。パンを食べます。ファンファンリュークです。はい、ということで今回は研究生2人の学校がある日のモーニングルーティンを見ていきたいと思います。前はね、私たちのルーティンをやったので、うん、今回は研究生ということで、ココミちゃんが中学1年生、1年生3年生だから2人とも学園違うから、ね、どんなことしてるのかなとか見ていきたいと思います。はい、レッツゴー。はい、じゃあまずジェンちゃんのやつから見ていきたいと思います。はい、はいはい、おはようございます。まず朝起きたらこのハンギョというものとバイキンマンのピンをつけて顔を洗います。顔を洗ったら歯磨きをします。この海外の歯磨き粉を使ってます。そしたらシカの化粧水を塗ります。なんかママが叩き込むとめっちゃ肌に浸透するよめっちゃ叩いてるめっちゃ叩いてますねなんかリズムとってる叩きすぎ。そしたらシカの乳液も塗ります。多分また叩くと思います。顔が真剣ですね。口に入った顔、口に入ったのかな。あ、叩いた。ゲン。そしたら日焼け止めを塗ります。みんなが使ってるやつ。私もこれずっと使っててすごくお気に入りです。そしたらコンシーラーを気になるところ全部に塗ってきます。顎とかニキビ跡がずっと消えなくて悩んでて、すごい悩んでます。おでこもその焼け傷したので塗っていきます。跡があるので。二重の上も生まれつき赤いので隠してクマも隠します。そしたらパウダーを塗っていきます。次に涙袋をこの二つで描いていきます。セザンヌの二重ライナーとケイトの眉毛描くやつでナチュラルに描いていってます。真剣ですね。頑張って。こんな感じです。そしたらビューラー越しの違ったアイプチをします。幅を変えてます。そしたらビューラーをしてマスカラ下地もイエイ塗ります。塗れました。そしたらこのリップを塗ります。これは友達からもらいました。ありがとう。では髪の毛、次は髪の毛です。このストレートアイロンはナノカレさんのです。すぐ温まるのですごくよく愛用してます。今日は外羽です。で、普段はいつも外羽とか普通に下ろしていってるんですけど、今日は少しアレンジをしました。前髪やってケープして、おーたくさんですね。あ、横の姫カットではないけどなんか触覚を作ったんですよ。なんか巻くのが地に下手で悩んでます。教えてください。調べるか。オイルを塗って髪の毛は完成です。続いて朝ごはんを食べます。朝はほとんど食べない日が多かったんですけど、今日はお腹空いてたのでパンを食べました。あ、私の飼ってる犬です。可愛いでしょ。牛乳も珍しく飲んでますね、この日は。えらい身長伸びるね。ごちそうさまでした。じゃあ制服に着替えてカバンを紹介したいと思います。これが私のスクールバッグです。可愛いですよね。すごくお気に入りなんですよ。かわしてる。では行ってきます。終わりですね。なんか私たちが喋ってることをその後にジェニちゃんが全部言うから出て会話してる。会話してるすごいなんか女子力高かったね。シカシカが好きなの。お母さんがいろいろ調べてくれて、シカのがレビュー良くて買ってみようってなって使ってます。いい、ね、あの緑のやつ初めて見た、ね、私も初めて見た、おすすめです。みんなもぜひ、ね、ちょっとママに教えよう、ぜひ、うん、私は化粧水と朝牛乳飲んでたこと牛大好き。私はやっぱ豆乳かなみたいな。最近豆乳ハマってるよね。昨日4本も飲んでたんですよ。いいよ4本は。ということで次はココミちゃんの見ていきたいと思います。はい、はい。
はようございます、ココミです。私は起きるのが苦手なんですけど、この日はルーティンを取るのを楽しみにしたから頑張って起きました。洗面台に来ました。いつものヘアバンドをつけて洗顔をします。水洗顔で拭くときはティッシュで拭くようにしてます。化粧水をつけます。ここでコノハちゃんにクイズです。商品を見せたときに、ちょっとだけやらかしてしまったんですけど、それは何でしょう。洗面台に落としてしまった。多分正解はタオルがちょっとだけずれちゃってたです。ママに綺麗にしといたのでずらさないでねって言われたので直しました。でコットンに化粧水を出してポタポタやっていきます。拭き取り洗顔の役割もしてます。これはスキンアクアの日焼け止めのミントグリーンを使ってます。最近はマスク焼けもすごいので、それを直すためにも日焼け止め結構大事なのでやってます。おアフター。ご飯を食べます。ヤクルトは毎日飲んでます。ミニトマト大好きです。この日はホットドッグ、ちょっとこれケチャップかけるの忘れちゃったんですけど美味しかったです。通学のリュックで、私の学校は指定じゃないのでノースフェイスのリュックを使ってます。はい、ルーズリーフ、これは自習用とかです。で、メルプチのファイルとスヌーピーのファイル、宿題とかすぐ使うものはメルプチのファイルに入れてて、保管しておくプリントとかはスヌーピーのファイルに入れてます。はい、折りたたみ傘もポケットに入れてます。ポーチも2つあります。スヌーピーの方にはウェットティッシュ、予備用のハンカチと普通のハンカチは制服のポケットに入れてあります。アルコールです。メルプチのポーチは予備のマスクとメルプチの鏡と、かわいいですね、櫛です。あとゴムも入ってます。紙石鹸ですね、使わないけど入れてあります。友達からもらったので。絆創膏、ピン、ティッシュ、下敷きです。最近クムの筆箱をプラザで買ったのでお気に入りで使ってます。はい、 OK です。以上、私の学校がある日のモーニングルーティンでした。バイバイ。めっちゃ女子よくて書けなかった。ポーチが2個あったからね。しかもちゃんと予備用のハンカチも入ってたよ。ね、予備用のマスクもあったし、ね、私とかのハンカチ持ってかない日とかもあるくらいな。それはこうやって自然乾燥してる時とかある。さすがに制服では拭かないよ。ジェニーは、え、なんか髪の毛、髪の毛髪の毛引いちゃう。最後の可愛い一個一個のリアクションがめっちゃ可愛い。制服に入れてるとかじゃなくてリュックに入れてるのね。あ、それで替えるの忘れちゃうの。いや、ハンカチは毎日替えないとダメでしょ。雑菌だね。そうなんだけど、持たない人に言われてるの。雑菌がね。本当に二人ともめっちゃ女子力高かった ね, ね。初めてのモーニングルーティーンだったと思うんですけど、どうでしたか。推しファンの子とか、ちっこのみんなとか教えられて紹介できてよかったなって思いました。はい、はい、私は今日ジェニーちゃんのも見て、化粧水とかもうちょっと早く起きていろいろ挑戦してみたいなって思いました。いいですね、お互い刺激し合って参考になって仲良し。はい、ということで皆さんもぜひ参考にしてみてください。はい、今日も最後までありがとうございました。